企業が賃金の一部をキャッシュレス決済口座などに振り込むデジタル給与払いが来年度にも可能になる見通しとなりましたデジタル口座の残高の上限は100万円でそれを超える分は従来通り銀行口座などに振り込みます厚生労働省の審議会が9月13日に大筋で合意しましたので 年度内に必要な省令改正が行われる予定です。賃金は現金で労働者に支払うことが労働基準法で定められておりますが、例外として銀行口座などへの振り込みが認められており、そこにデジタル口座を加えることになります。対象となるのは PayPay、D 払い、楽天 Pay といったキャッシュレス口座などです。 こうした口座を運用する賃金移動業者は全国の財務局に8月末時点で85社が登録しています。このうち一定の条件を満たして厚労省の指定を受けた業者が賃金の支払い先になれます。企業はデジタル給与払いを行う場合対象となる労働者の範囲や利用する 森林移動業者などについて、労働組合などと協定を結ぶ必要があります。その上で、労働者が望むか同意した場合に、給与の全額か一部をデジタル口座に振り込みます。労働者の意に反してデジタル払いをすることを防ぐため、労働者が同意書を提出することを条件とし、守らない場合には、労働基準監督署が指導などを行うとのことですが、すぐに境外化するでしょう。 今回の問題は〇〇ペイで給与支払い可能になったところで労働者には何のメリットもないことです。これはどう見ても労働者を犠牲にし官僚が甘くり先を開拓しようとしているのではないでしょうか。またこのようなあからさまな官僚の暴走を止めることができない岸田政権にも憤りを感じます。官僚ははるなと思う方は 高評価とチャンネル登録をしていただければ助かります。ご視聴していただき、本当にありがとうございました。